皆さんこんにちは。2023年、9月23日21時、25分。まず、日本のサッカー界、神奈川県 J リーグに各都道府県に J1 は1チームまで、J2 もいらない。もう国の金一時使おうとすんな。本当に。お前らがずっと下行ってりゃ、横浜 F マリノスがなぜ上がってきとんねん。その話知っとったやろ、もともと。なぜ2位におんねん。お前らがいちいち差詰めるから、ヴィッセル神戸の試合いちいちこっち気にして、日本代表の、日本の女子バレーボール、日本代表の試合今日負けてもどうねんや。で、これは日本女子代表へのメッセージと両方、送ってる。アクセスできるようにしておく。代表、命題のところで、淡井圭介にばっかり負担を押し付けて、誰やねん、金稼いどったん。スポーツ選手全員やろ、おい。今更どこの誰が頭上がんねん。全球団、全スポーツや。卑怯な方法を使って買っとったところも全部や。国際スポーツ司法裁判所を動かしてでも、日本のあのアナウンサー、最強トルコ、最強トルコって鬱陶しい、鬱陶しい。隣の女は日本代表だった人間だったんだろう。それなのに世界ランキング1位知らんやん、そんなもん。淡井圭介がしっかりと取り込んでない試合で世界ランキング1位知らんよ、そんなもん。礼儀、お前ら軽犯罪法の礼儀しか知らんのか。正当防衛の方ははるか格上や。トルコの選手は第一セットで見たらわかるやろ。選手同士で体ぶつけ合っとるやないか。それしたらあかん言われたやろ、25年前に。世界中のスポーツ関係者の人間や。世の中が荒れる言うとやろが。その時点でトルコは勝てる資格なんかないんだよ。誰か叱る人間がいなきゃならないから、こういうふうに叱ってるんだよ。淡井圭介が喋ってる内容を現地の人間にしっかりとコンピューターが電波で脳へアクセスして届けていない。本当はできるのに。こっちの顔ばっかり撮るよ。違う。今のお前は病気やっていう音声聞かされた、こちらは。病気という、今コンピューターが言わそうとしてる。病気という内容を使って世界中で隠蔽しようとしてきたのがスポーツ業界と議員や。あと大企業のスポンサーや。国の税金、東京オリンピックで9600億円以上使っといて、今更オリンピック存続ありえんよ。ギリシャもひどい目に遭ってるよ。北京もや。中国や、北京は。首都。なあ、入れ墨が浮き上がっとう人間が出てきた時点でそのチーム負けないよ。最初の1セット目、映像をまたコンピューターが変えたりする可能性あるから。AI 使って卑怯なことばっかりしてんのよ、アメリカとかは。バレたら困る連中が。物事ややこしくして、法律面まで求めてきて裁判官が。また隠蔽しようとしと。だから黒着せられてるんだよ。これは本当の話や。最初から淡井圭介は本当のことを言ってるんだから、正解言ってるんだから、正しいこと言ってるんだから。25年以上前に言われておねんぞ、 J リーグなんか12球団2リーグ制じゃないと無理だって。ずうずうしく何をうまく広げておねん、20球団にで18球団減らしました。知らんよ、最初からこっちは12球団言ってろよ。各都道府県が一歩でも二歩でも引いとけよ。見苦しいね、お前らのしてきたこと。逆や。
税金たくさん使った神奈川県のチームが何回も優勝？ふざけんなよ。 FIFA が悪いんだよ。 FIFA が大会開くのにいちいち観客席の数は4万席以上必要だ。知るかそんなもん。お前らは金払え。阪神淡路大震災が1995年や。こちらはその被災者。日本、兵庫県、神戸市、兵庫区、東山町4丁目。16-4、東山コーポ604生まれや。生まれてるところは産婦人科がどこかや。個人的にサンバさんっていう人たちもいらっしゃった。大真面目な話してる。実際お金動いてるんだよ。エネルギーの残存量問題の話してるだろ。で、誰が世界中の自然再生可能エネルギーの分野を加速させたと思ってるんだよ。淡井圭介が提案してからだっただろ。だいたい25年前から言ってるぞ。日本はブルーインパルスなんかいらないって。第5世代戦闘機車輪だけ置いといたらええ。日本作る気ない、買う気もないって言った。その記録どこに置いてきた。アメリカはそこまでして稼ぎたかったのか。トルコも西側諸国だったはずやぞ。西側諸国が叱られなきゃならないんだよ。何の話で買った。阪神タイガースへのメッセージとかそれ見たらわかる。もともと世界は卑怯なルールを使ってる。テレビという社会でな。テレビ出演者の方が有利な試合、状況を作ろうとしていた。国会議員とかルール法律で法律名を求めてきた。他の法律どこ行ってん。求めちゃダメだろ。動き見ただけでわかるんだよ。もう試合終わってる。今さらちょっとやそっと大きな声出したところで過去は変えられん。で、今度メジャーリーグがしようとしてることが、アメリカが日本時間の時間に淡井圭介の軸を置かないで自分たちの大リーグだっていうことで巻き込んできて、向こうではもう次の日付に変わってるから、それで次の日の試合結果操作しようとしてる。これがコンピューター社会や。全部見破ってるんだよ。その時点で君たちの負けや。マイクロソフトも負けや。昔一回負け認めと。ビル・ゲイツさんに聞いてみ。それとももう忘れてしまった。その記録誰か消した、隠蔽した。隠蔽や、それや。第一セットでトルコの選手が点数入れた時に体と体選手同士ぶつけ合ってたやろ。あんな行動一般人せえへんわ。何しとってん普段。格闘技か。人殴って金稼ぎでもしとったんか。で、そいつらと組んでたんか。会社絡みかなんかで。それ繋がったんか。はっきりせえ。格闘技界の人間が警察官とか絶対無理や、どこの国も。人殴って金稼ぎしてきたからや。人蹴ってまで、関節決めてまで、無理や。本当は柔道界の人間も警察官なんかなったらあかん。今時警察官に暴力振るう人間なんかおらへんわ、世界中どこ探しても。それでよっぽど悪いことしてるのがバレた警察官や。もともと政府は悪いことしてたから一般人の方に叱られて当然やね。ずっと敬語使わなあかんのは警察官や。格闘技関係とか暴力団が
出てるマフィアの映画、そういうものばっかり見てる連中が、ああいうふうに体同士をぶつけ合ったりすんのよ。日本人選手いたか、そんな人間。サッカー界見てみろよ。横にフラッグが立ってたら、コーナーのところ。そこに向かってゴール決めたら、殴っとうやん。動き見たらわかるよ。格闘技の練習したんだろ。その時点でサッカー界試合なんか出ちゃダメだよ、プロとして。アマチュアや。自分で金払って好きに試合してろっていうことや。スポンサーないよ、そんなもの。お前がサッカーしたかったんだろ。お前は自分の金しとけよって、そういう話や。みんなの税金使った金返せ。世界中のサッカー界も、どこも同じや。バスケットボール業界も体育館日本中で建設し始めてあんのに。あるっていう意味や。どれだけ相手をバカにしたことしてるか、どれだけひどい横領罪なのか、相手が怒ってるところでシュンとしときなさいよ。立場間違えるだろう、そこで教鞭なんかしよったら。だからいつまで経ってもスタジアム作って、次はバスケットボールでって、ええ加減にせえ。建築業界のことは今叱られてんのは全部込みや。くだらんねん、お前らの生き方。解体業だけしとけ言うたやろ。高速道路いらんよ。車の台数減らさなあかんのに。トヨタ明夫さん、どういうことやねん、これ。あんた25、6年前にフルーツラパークで淡井圭介に言われたやろ。F1 もラリーもなしや、言うて。エネルギー余計になくなるラリーレースで、F1 でもそうや。観客席で一般人巻き込まれて何人殺しとうねん。殺人罪や。世界中でラリーやめろ言うたやろ。世界中の自動車メーカーや。全員役員シュッとせえ。業務上過失しや。辺境の地でラリーさせて、辺境の国と言っていい。よくわからん人たち巻き込んでいっぱい殺しといて、いっぱい大怪我さしといて、どこの誰がまだ言うとおねん。ラリーレースしたいとか F1 したいとか、テレビで放送すんな言うとやろ。すぐに従う連中がおるから。千葉県で F1 のコース作った、どこの誰の金使ったもねん。大企業どこも税金まみれや。三菱グループ、三井住友グループ、富士重工グループも全部同じや。愛知県に豊田市があって、もともと自動車メーカーが日本では何十社とあって、行政がまとめたんだよ、片っ端から破産になったから。普通の民間企業の運営の仕方だったらそうなる。豊田明夫さん、これ敬語で言わなあかんの？来てくださいって言わなあかんの？そんな言い方したらみんな勘違いするよ。あんたは頭下げに来な。それにはまず予定組まなあかんよな。自分たちで言ってきたことやわな。アポイント、アポイントって。豊田明夫さん、君の方から電話かけなさいよ、淡井圭介に。余計なこと全部こっちに押し付けて、自社のことさ守れんのかいな。エネルギーの残存量問題の方が上言うてるやろ。昔出た結論、人を長時間労働させて、誰やねん、秀和株式会社とかで淡井圭介を長時間労働させた人間。警察官まで動かして、店長も課長も警察官だったぞ。
警察官がたくさん稼いでるような公務員の同じ給料をもらうんだったら、警察官が長時間労働しときゃええやろ。民間だったら、意味ないよ。ボーナスとかなくなるよ。住居手当も、雇用手当も。で、淡井圭介に喧嘩売りに来た人間、なぜすぐに警察官が飛び出て、そいつらに警察手帳を見せて帰れって言わへんかってん。毎回毎日それしといたらよかったやろ。で、先だと名乗ってた警察手帳では永田っていうことになってた。国がこれだけ嘘使ってた警察手帳も信じれるわけないやろ。フルネームじゃないのにそもそも。どうすんねん、この世の中。正しいことをしてる人間が勝つ。それで良かったんじゃなかったのか。なぜ今日日本代表は負けた？トルコに。テレビに向かって喋ったから、ふざけんなよ。テレビに出てる連中は喋ってるやろが。こっちは金払っとんねんぞ、NHK に。税金や、それ。どこの国も同じや。金払っとう方から顔とか力巻き上げて、買った？ふざけんなよ。今更どこの国も頭上がるわけないやろ、淡井圭介に。ちゃんと訳せ。で、入れ墨受け上がった人間が出とったぞ。そいつ自分が金稼ぎしといて、力与えてもらった人間に金払ってないのちゃうんか。後でバレんねん、得点王とかになったら。人から力上乗せでもらわんかったら、貸してもらわんかったらっていうことや。言い方にいちいちこだわるな。結果は全てや。金払わなあかん存在や。日本代表は淡井圭介にや。今日 YouTube にアップロードして、今日も一日遊んでない。甘いものすら食べてない。できんの君たちに。まだ今日まだ一回も笑ってないよ。できんの。こっちとルール全然違うじゃない。こっちちょっとでもその日、試合中に笑ったら、負けてたのよ。試合中に、トルコの選手、何回笑顔になってた。男性スポーツアナウンサー、お前ら何やねん。日本が点数取られとったら、楽しそうな声になっとるやないか。喋ってる声聞いただけでわかるんだよ。何回も言ったやろ。ホームページの淡井圭介の歴の YouTube、試合前に見とけって叱られてもないよ。それで覚えろよ。絶対試合中にそんな風な声になっちゃダメなんだなって自覚せえよ。ひどい挑発行為や。お前どれだけ努力してん？どれだけその試合中に頑張ってん？お前大きな声でギャー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 言うとっただけやろ、お前。世界最強のトルコ、世界最強のトルコって。解説席で余計なこと言うな言うてるやろ。プロ野球界の OB も叱られとるわ、淡井圭介に。何をしてきたかよ。頑張ってないからそんな風になんねえや。その日一日。今男性アナウンサーを叱っとんや。踏ん張れないんだったら降りろ。お前に男性アナウンサーという資格を与えられ。足引っ張るだけや。こんな無茶苦茶なルール。税金どこの国も大量に使い込んで、で、勝たんかったら賞金が置いてこえへん。何が何でも勝ちに行かなあかんルール作られと。逆や。で、アメリカではヤンキースが優勝何回もしていた。アーロン・ジャッジの息子のジャッジがまたホームラン打ち始めた。ふざけんなよ。お前が力と金払えよ。目の下に黒い入れ墨が出てるの、それ。
インクでも何でも同じ入れ墨や。文字見たわかるやろ。罪人が入れられてるものや。お前ら一度金払ったんか。みんなの税金いくら使って、いくら稼いで思いつかんぞ。日本円で1ドル100円ぐらいの頃、ヤンキーススタジアムの建設費用、土地代と建物代込みや。1700億円や。今の為替相場で計算してみろ。1ドル140いくらっていうことは、今の為替相場だったら146円か7円ぐらい。っていうことは、2500億円ぐらい。それがもうちょっとや。今大雑把に計算してる。君たちは一生お客さんに頭下げなあかん。横領罪や。たかは CM 関係で3000万円分のお金で経営者が捕まっとるやないか。そしたらスポーツ選手捕まらへんねん。そこに現場に警察官を混ぜ込んだ。無理やって。警察官が一生生活保護でお金返済しなさいよっていう話や。はっきり言うよ、年金の支給が始まったら差し押さえられるよ。年金の支給がされるまでの間、差し押さえがないのは。こういう記録は一生残る。裁判所は日本の場合は5年間で、裁判番号だけは残って記録は廃棄されるからよ。もともと公務員側は卑怯だったんだよ。金に狂ってたんだよ。状況をわきまえないで。法のもとに平等？どこにあんねん、そんな世界が。なあ、アメリカのメジャーリーグ300勝投手とか、淡井圭介の頭の中使ってバリー・ボンズも。淡井圭介に金払ってないやん。なんか知らんけど、ボンズっていうアニメ会社ができとうぞ。淡井圭介をバーベキューコーナーで何か言わせた？で、その通りお金使った。ふざけんなよっていう話や。淡井圭介に金払わんと意味ないよ。他の人間全然ルール分かってないし頑張ってないから。アナウンサー、スポーツアナウンサーほど嫌いなのないねん。あいつは叫んでばっかりや。全然、日本の勝利に貢献しようとしない。そいつが試合中にお金稼ぎしながら楽しんでるからや。淡井圭介試合中に楽しんでるか、全然楽しんでない。試合終わるまで諦めてない。本当のことをテレビに向かって言ったら、しっかりと音声をコンピューターが伝えて、正しい内容は審判とかちゃんと聞いてるかなって、試合止めてでも、君たち一回全員黙りなさい、彼の声を聞くからって。言ったよ、試合中に。いろんなこと。で、違う内容は日本人選手とかに聞こえてたよ。どういうことなのこれ。言ったよ、自分から。コンピューターの電波への、コンピューターさんへ電波での脳へのアクセスによって、淡井圭介が喋ってる内容をしっかりと聞こえるようにしてくださいって、会場にいる人たちへって。選手、監督、コーチとか、審判も後から言ったよ。聞こえてたの？聞こえてなかったの？審判、自分の顔を守って何してんの？日本が勝ってる試合や。世界はむちゃくちゃなルールばっかり使ってくるからや。生活保護者に対して。淡井圭介と同じルールで、じゃあトルコの選手は試合してたの？相手選手見てるじゃない。そしたら相手選手に力いくはずじゃない。淡井圭介と同じルールだったら。対戦国へ。な？無理やりなルール最初から、それだけじゃないよ。喋ってる音声がしっかりと自分の国の選手に伝わってない。これも変でしょ？違う名前を聞かされてるから。で、日本人選手、合う合うって言ってる。合うなんかもうどうでもええねん。もう口座の番号開示してるんだから。どこがお金をしっかりと振り込んだか、自分たちで振り込んだら、それ記録して写真にして動画で、動画でもいい。
残しといたらいいじゃない、記録。インターネットで公開して、淡井さんの口座にお金振り込みましたって。それしないからダメなんだよ。他の国も同じや。他の国、オリンピックでとかで加勢してあげたことあるよ。そこの国の人、お金払ってくれた？なかった。阪神・淡路大震災に被災した淡井圭介を助ける話じゃなかった。その時点で、トルコの大地震の話で勝つ無理。そのニュース何回か見と、今年も日本で放送されと、これどういうこと？大地震の嘘のニュースまで流して今日トルコ勝ったの何理由？順番違うでしょう。阪神・淡路大震災の被災者をまずお金払って助けてでしょう。淡井圭介さんにまず。で、今まで日本代表だった人間何してたん？淡井圭介がテレビに向かって喋っただけで、こっちむちゃくちゃな目に遭ってるか、神がかり的な力で。オリンピックも同じ。だからオリンピックなんかいらないって言ってるの。なあ、貴族主義で始めたことなんだから、王族が始めたことだよ、オリンピックって。みんなの税金巻き上げて、生活してきて、自分たちの所有物？ふざけんなよ、国民の所有物や。あるか、そんな馬鹿げた話。一般の国民がとんでもない労働力で頑張ってたんだよ。世界中の王族たちに当てはまることや。だからナポレオンは滅びた。皇帝だったけど、フランスも民主主義に変わった。アメリカも民主主義を通した。だけども民主主義でも変わらなかった。オリンピックごとき早く廃止してください、本当に。それとも廃止せえって言った方がいい？どちらの言い方だったら通用するの？ルール、法律で。とんでもない横領側がオリンピック委員会の一族や。それに賛成した人間、加担した人間、こちら無理やり付き合わされと、オリンピックなんかもともといらないって言ってた。それでもオリンピック開くんだったら、それを言ってきた人間の国のチームは勝たなきゃおかしい。なぜなら、オリンピックに無理やり付き合わされてるから。で、日本にそれじゃ出なくて、じゃあそれだって日本が出なかったらいいよって言った人間何人いたの？お前らが金稼ぎしてたんだろ？ふざけんなよ！日本の金いくら使って、東京オリンピック9600億円以上出しとるんぞ、日本の国民が。生活保護者もお金出しとるわ。消費税くらい日本にあるわ。もともと働いてる人間の方がえげつないんだよ。してることは。金にすぐ狂うから。特に医療業界。コロナウイルスもワクチン打ってもみんなコロナにかかってるやろ。あれ化学兵器作ってしまってるんだよ。本当に中国が作ったの？どこの国本当のところ。医療業界ってアメリカが先行してたんだろう、本当は。ファイザーとモデルナ社がワクチン送り込んできておるぞ、無料って言って。で、世界中、ハーバード大学とか行かせて出世させた？稼げるようにした？議員になった？ん？ワクチンで世界中の医療機関が注射で仕事としてワクチン売ったりとかして金稼ぎしていた。給料として。違法行為だよ。それ横領罪だよ。しかも詐欺付きの。効果なんかありませんって最初から最後まで言っとけよ。で、こんな役に立たないものをもう世界中どこにも送りませんって言っとけよ。モデルナ社とファイザー社。違法行為してるのはお前らの方だよ。はよ謝罪会見開け。お前らのせいで世の中めちゃくちゃ。で、その上は議員とかやろ。医者の議員何人おんねん、アメリカで。民主党と共産党で。一般人もちゃんと投票しに行け。医者見たら絶対そいつに投票するな。あとスポーツ業界出身の人間も無理や。テレビに出ていた人間も無理や。
絶対仕事回して税金で。そいつらどうして金稼ぎするから。これは世の中の実態や。テレビ見てみ。あれだけ嘘言って全然捕まってない。全然口座土地建物を差し押さえられてないや。車を差し押さえられて当然の立場やぞ。テレビの報道関係の人間なんか。本当の話や。当たり前やろ。こんな巨大な金の横領して。オリンピックでどこが稼いどってんってテレビに出演しとる人間や。給与としてもらっとるやろ。それとも報酬か？全員心当たりあるやろ。役員は役員報酬や。今度は警察官の、この間言いに行った時に髪の毛染めてた警察官、調べとくわって言ってた人間。1956年売春防止法が出来上がってたから、どこの裁判官が年齢制限とか作ってアダルトコーナーなんか認めたのって。そいつや、エロ側は。それ暴力団側や。性暴力や。だいぶ前から判決ぐらいあるわ。で、それ、これ言ってもまだ警察官は、レンタルショップとか取り締まりに行かへんの。で、エロの通信関係まだあるやん。この間調べたら家にゴキブリ入れられたよ。8月9日や。原爆投下の日。淡井圭介の生まれた日や。ホームページ淡井圭介の歴見てみ。写真のところ変わってるから。淡井圭介の生年月日は一番右上や。更新日を見るなよ。更新日の方が大きくなってるのおかしいから。本当は生年月日の方が大きくなって、大きくなっておかないとおかしいから。自分が働いていたホテルの名札一緒に公開してるから。なぜかって、なぜ名札があるかって、自分が働いていたことの証明をするものや。証拠や。裁判所は証拠を拒否することができる。そんな法律いらんよ。こっちで証拠ぐらい公開しておくわ。法律面求めてきて棄却した裁判官なんか全員給与差し押さえや、今までの分。車とか差し押さえや。どうせ喧嘩売りに来よ。今まで何人喧嘩売りに来てん。これが淡井圭介の立場や。なりたいか。こっちで調べたら。8月9日生まれの人間で、淡井圭介の提案で、8月9日原爆投下の日にパンギムン国連総長来てもらってんねん。来てもらってるんだぞ。淡井圭介が言わんかったら誰も来てくれんかってんぞ。その人間が調べ上げて DMM.com はフィリップ社でおらんだよ、お前。違う、間違えた。ごめんなさい、間違えました。CCC、カルチア。コンビニエンスストアの方。約束守ってないか、そいつら。セブンイレブン、朝の7時から夜の23時までですよっていう意味。それが約束。会社の名称で最初からそうしときなさいっていう話。本当にそういう話で通ってるから、契約が。24時間営業なんかしてたら効率悪いし、夜中にほっつき歩き回る奴らが増えるからダメだっていうことになってる。うるさいから、そいつらたむろとかするから。二人以上いたらたむろや。歩きながらでもたむろや。誰や？ゴキブリ入れたやつとか、いつまでたっても取り締まらん、警察官。淡井圭介何回もそれ通報したぞ。今まで。有馬警察署に言いに行って。今までって言った。何回も家の中にゴキブリ入れられとんや。電車の中ではスマートフォン見てるふりしながらこっちに向かって向こう側でもよう泣いとうわって笑いながら言ってきよう。黒いシャツ着た男おったよ。正直本音言うよ。真正面か顔面蹴りつけたろかな思ったよ。お前どこの誰に喧嘩売っとんやんって。お前どこの誰やん。名前公開せ。謝罪文持ってこい。自分の名前と住所、電話番号を公開しますって書いとけ。実際そういうことをしましたって神戸伝です。お前ら何人おってん？ 4 人もおったら
そんな気大きくなんの。で、そいつをゆずの髪の毛が黒色でおかっぱのような髪型の人、その人がそこの NTT ドコモでそいつに対して叱ってくれてたけども、淡井圭介が直接怒った方がええ。警察官立ち会いで上下関係しっかりつけさせといた方がええ。そいつまだ分かってないから、世の中のこと。金を淡井圭介に払わない意味ないの。電車で父親の介護で往復していて、だいたい45分ぐらい電車に乗ってます。そこで絡んでくる人間なんか毎日や。たまにしか電車乗らへんのに、ひどい時一回乗っただけで10人以上に絡まれと。我慢できることできんことがある。目の前で座ってる特に年上の夫、こっち側のことごちゃ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 言ってきよう。大谷翔平のホームラン競争、それで一回戦で負けと。喋るな言うともね、音声聞こえた瞬間繋がんねん、お前らと。喧嘩売ってきてる以上、お前らが違法行為側や。年上知らんよ。どっかの会社の役員知らんよ。余計頭下げなあかんやろ、役員やったら。役員だったらっていう意味や。たくさんやってしまった方がそういう言い方になるんだよ。人殺してしまった例言っただろ、自動車業界で。罪を犯してる意味でも殺してるでも意味合ってるんだよ。そんなもの乗りたがんな。さっき電波か人間か自宅のドアノブ触ったか音聞かせてる。それで脅してきよ。入院ちらつかせて。これが世界中の実態。捕まらなきゃならないのは、こういう風な世の中を作ってきた科学業界と政府の人間とオリンピック関係と医療業界と警察官たち。検察官も同じ。警察。管轄は。一回精子が生産されなくなる薬を神戸地方検察庁に持って行ったから、そしたら逃げたから、検察官が起訴しないで。告訴や普通無理や。世の中こんなむちゃくちゃなシステムだったら、まとも側の警察官はみんな泣いてしまう。で、コンピューターグラフィックやめろ。本人が本当に髪の毛染めてないのか染めてないか、そこからや。世界中どこの国もや。海洋基本法違反をしてるかどうかや。ある。もう一回見せとっか。他の動画で見せたよ。それこそコンピューター社会で。海洋基本法を守ってるか守ってないか。はい、これ平成20年度版の六法全書。はい、映ったでしょう。ピント、どうなってる？目1、目次。自分の名前書いとおうかな。六法全書に。字が汚くてもええねん。証拠だったら。スポーツの勝ち負けとかで頭貸してたら、こういう文字しか書けんようになるから。あと、根性腐っとうような奴らに喋りかけられた。その一瞬繋がるから、そいつらと。な、いろんな人間は外から絡んできただけで、その人の人生めちゃくちゃにできるんだよ。集団暴行や。ここ見てみ、見える。
ちょっと待ってね。海洋基本法。74ページ。ピンと合ってる？合ってない？近づけようか？あるよ。平成31年の場の六法全書や海洋基本法載せてないけど、あるから。存在するから、本当は。六法全書は無理だって言ってるだろ。現行法規と現代日本法規や、淡井圭介は安倍政権の時に両方まとめと、内容全く同じものだったから。現行日本法規っていうものを一回作ってもらっと。見たな、海洋基本法。もう足組みながらでもいい。河川海を怪我してはならないって書いてるやろ。見えてる？ピンと合ってる？髪の毛染めないことぐらいの根性ないんやろ。世界一絶対無理や。相手チームどっかの国にいた？髪の毛染めてるチーム、人間一人でも、選手監督コーチ含めて無理。世界一なんか絶対ならない。ならしちゃダメ。全員総がかりでそいつらの力奪ってでもやめさせなあかん。これが本当のルール。当たり前や。暴力団側はなさばったからこんな世の中になったのに。今頭ここは痛い。誰かげんこつ落とそうとしと。言っとくよ、お前にそっくりそのままそのげんこつ返すわ。ん、帰ってくるわって言うとじいさんや。男や。お前らや。そんなに殴り合いしたいんだったらリング上がれ。誰も観客のいないところでな。会場を自分で金払ってバカなことしとけって言いたくなるけども、本当はバカなことしたらダメ。全員世の中こっちももう本当は腹渡煮えくり返ってるから。今日のトルコ戦でいろんなこと言った。これでこういう言い方で物言うなって言う方が無理や。ルール法律正当防衛、誰かは言わんかったら無理。で、淡井圭介に今まで絡んできた人間の特徴なんだけども、全員複数か携帯電話で電話かけてる。人数で優位になって自分の方が上だと勘違いしとん。実力や。今まで社会でどれだけ貢献できてきたかや。あともうじじいばば、お前ら自分たちの年齢分かってるか。本当にこの間また春山整骨院で女2人が車に乗って挑発行為言うてきよ。本当にやりよったってこっち側に言ってきてな。それで自分たちが優位になったつもり？お前らのことや。本当にやってしまったのは。で、今お腹の中の体温取られと。これが医療業界の神がかり的な力のコンピューター社会との融合の悪どい方法。入れ替わりでいろんな人間春山整骨院に来て絡んできと。医療業界の人間全員中卒基本給や。ボーナスなしや。住居手当も扶養手当もなしや。製薬会社もや。歩合出来高日給もなし。余計な薬作るかね、製薬会社。で、病院、内科も総合もどこも同じや。意味のない薬、本当は何が意味ないのか知ってるか聞かないって、医者とか。そいつら売りようから、金稼ぎのために。医者だった人間が、銀行員、東京オリンピックで、橋本聖子、ふざけんなよ。まだどれだけ意地汚いね。顔にどうぞ。三井住友銀行におらんかったか、橋本聖子。
お前もこんな言うたやろ。フルーツラバークで淡井圭介に言われたやろが、こっちの方が上や。お前の方が下や。年齢が上なだけや。勘違いすんな。9600億円の金、お前がどうやって返すねん。みんなに。みんなの税金や。どうすんねん、この後始末。エネルギーの損失の方は。それでプラス加算やぞ。淡井圭介がオリンピックするなって言ってたんだよ。ずっとな。でも国が決めてしまったことだから、加担せざるを得なくなった。もうええからオリンピック消滅させろ。売ってほしいわ。もう良い話なんか無理や。あんな無茶苦茶な税金の使い方とスタジアムの建築されたら、バスケットボール業界もともと違法業界や。税金に食らいついて金回しとっただけや。それだったらもともと生産業とかを行っている人たちにしっかりとボーナスとか払ったれ。医療業界はなしやぞ。そこは生産業じゃないからな。ワンピースもなぜ死の外科医トラファルガーローっていうキャラクターがルフィ側の味方だったかっていうことは、他の医者、どう言ったらいいかな、七部会とかで、そういう設定で出てきたかって言ったか、言ったら、まずトラファルガーロー、トラファルガーっていう地名があった、ヨーロッパで。で、戦争が実際にあった。で、外科医は死と向き合わなければならない。人の死と。オペという形でね。だから内科とかで意味のない薬とかを渡している以上、精神科なんか論外。精神を生産されなくなる薬とか、毒飲ませたりしてくるから。法律でそれを認めてしまってるから。むちゃくちゃこの世の中。そうだ、暴力団や、国が。1956年、売春防止法が出来上がって、エロ業界と組んでた奴らが多すぎたんや。その子孫とかはまだ生き延びとうからや。じゃあ死んだことにするとか言ってくる人間いるんだけども、無理や。イミョンバク大統領が精神科の医者として来てるやろ。サッカー界の日本代表の20年前の岡田監督、イミョンバク大統領じゃないの。竹島上陸したやろ。そこ日本の領土や。で、もともと日本語と韓国語を話せる人間が韓国の大統領とかになってる。正直に言う、日本として韓国と北朝鮮のあの戦争の話をまとめるのってものすごく難しい。それを何とかしてきたのが淡井圭介や。他の人間誰もいなかったよ、そんな人間。淡井圭介の提案あってこそや。ムン大統領と金正恩さんの首脳会談、僕は提案したから、世界中の政府上層部に。で、この話なかったら多分無理や。世界中がその話認めて動いてくれなかったら、この狂ったコンピューター社会、電波の強制的な力の搾取、回避できんかったんちゃうか。人減らしの方向で2003年に個人情報保護法とか作ったでしょ、日本。他の国は何年にできた？どこの国が最初に作った？それ無理やり自分たちの子孫だけ未来に生き残れるように人口の人減らしで、本当に、あと精神病院とかのその精子の生産されなくなる薬とかで、あの身体障害者の人とかは生まれてるけども、多分その薬を飲まされた人たちの子供かもしれん。淡井圭介もその薬飲まされてるから、だからもうまともな子供生まれへんかもしれん。とんでもない巨大な犯罪組織、それをものすごい数に飲ませてるから、精神病院って。今電波で聞こえてきたのは、私たちがあっち側だからっていう女の、まあ老人の女性の声。そいつがもう生きてる人間かどうかわからんから、本当は。ああ、外歩いてるわ。あいつや。犬連れて。
電波じゃなかった、人間の声の方。こんな時間帯に犬連れてる人間なんかまともな人間じゃないって。もう22時回っと、普通そんな時間帯に犬連れてたらもうやってん。どうせテレビ出とった人間やで。どんな方法を使ってそいつは家建てとんねん。警察官が全員ずっと淡いケース側でいなかったからや。検察官含めてな。コンピューターにはズルっていう声の音声を聞かされてずっこけるような。で、これあんまり言いたくないから、今の言葉は訂正しておく。その声を安倍さんの声で電波で今聞かされてる。安倍元総理、安倍晋三さん、あの人ももともと総理になる前から淡井圭介と会った。淡井圭介と会った人間しかこの国は総理にならない。ここまで言える人間おらへんから、大っぴらに。そうじゃなかったことの真実と向き合われへんから、みんな。本当にこのままやった、だったら世界中本当に滅ぶ、間違いなく。エネルギーの残存量が尽きて。以上、世界中淡井圭介に勝とうとするな、日本代表のチームに勝とうとするっていうことはそういうことや。それと、親善試合なんか作るな、エネルギーの無駄遣いや言うとやろ。覚えろ、一回言われたら。誰やねん、それで金稼ぎしとった連中。だから、淡井圭介が無理やり付き合わされてきたって言ったやろ。メジャーリーガーとかに起こされてるんだよ。東海岸行くな言うたやろ、中地区とか。西地区だけや言うたやろが。で、そしたらアメリカが、もともとかもしれんけども、西地区と中地区と東地区混ぜ込んで試合してきた。相手が寝とう時間帯、寝込み要素ってホームラン打ってたのがアーロン・ジャッジとかや。わかったか、お前らの立場。で、ハンク・アーロン。ハンク・アーロンの息子やろ。もうバレとうねな。ワンピースでアーロンっていうキャラクター魚人で出てきとやろ。バレとうねん、もともと。どうせボンズとか出てくんぞ。これ言っといたら出てこなくなるから、どうせバレたって言って。ロジャー・クレメンス、ロジャー、ゴールディ・ロジャー、探せって金、その間に金払え。勝手に死んだことになるな。こういう話や、ワンピースは。もうバレとんねん、最初からもう元ネタあんねんや。全部淡井圭介の話と繋がるような形になってるから。もうその頃から言われとったから。300勝も上げといて1000も淡井圭介に払ってないのって。この人ここでフルーツラーパークで働いて人材派遣会社で残業手当すら払ってもらってないよって。住居手当も扶養手当もなし。ボーナスもなし。ほんと。すんごい脱法側の集まり。神戸市立ホテルフルーツラーパーク。いまだに本当のこと言っても逃げとうから。また別の会社とかに変わって。ホテルとかの運営を知ることが昔の新栄フーズと全く同じや。会社名変えとくだけや。で、黒い服着た人間が今年面接で出てきたから一回行って。で、淡井圭介のことを全然認知できてなかったから。支配人だって。私は最初から言いましたとか言ってる。嘘言うな。お前どこの現場で働いとってん。お前の姿なんか見たことないぞ。ええか、バーベキューコーナーでも、ホテルのフロントも、レストランカトレアも、宴会場のランの間も、バラの間も、六甲も六甲特別室も、アニマ特別室も、アニマの間も、ユリの間も、キクの間も、アジサイの間も、淡井圭介が働いとってんぞ。どこにおってん、お前。風呂来たら何でも言うで。お前から土地建てるものを差し押さえや。昔も言われたやろが。絶対黒木とう人間はものすごい悪さしとう人間や。だが黒木せられる。以上。